はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。何にでも使える皆さんご存知のベビーオイルのご紹介です。デリケートな赤ちゃんの肌に作られたジョンソン&ジョンソンのベビーオイルです。これ私自分の娘もこれずっと使ってて、もう生まれた時からね、このね、この時にこの青色の方よく使ってます。私みたいに肌弱い人とか、生まれたその日からも使える低刺激処方で、もうほんまにこうデリケートな人でも全然使ってもらえるオイルです。めっちゃ結構ほんまにこれは安心して使える。赤ちゃんにもいいってことはもう全然安心して、私たちも全然余裕で使えちゃうということです。ちなみにうちのひまちゃん生まれてもう次の日からこれ、いやもうその日から使ってましたね。その日、うん、多分そう、私次の日から同室で同じ部屋やったから、その時もこのベビーオイルをやっぱもう乾燥しちゃってるんで、これでしっかり保湿して、ほんならもうめっちゃツルツルなお肌になっていきました。実はですね、こう赤ちゃんだけしか使えへんっていうイメージが、まあ、多い方っていると思うんですけども、特に私も今までそうやったんですけど、実はですね、大人でも使えます。それがなんと14種類も使う方法があるんですよね。そのうちのまあ何個かをね、ちょっと紹介していきたいと思います。クリームと違ってすごい滑るので、こう例えば足のむくみが気になる方とかは、まあ、このオイルを使ってしっかりこの骨のある部分とかが、ちょっとこうなんていうんですか、老廃物たまりやすいので、しっかり揉みほぐしてあげて、でこれマッサージだけじゃなくてもほんまに保湿されて、特に冬は乾燥を防いでくれます。あの膝の白のカサカサとか、肘の白のカサカサとかも防いでくれます。あとびっくりなんが、ヘアオイルとしても使えます。もうこういう感じでね、もう普通のトリートメントみたいな感じでサラサラのツヤツヤになるんで、で結構このオイル自体ほんまに少量で髪の毛がサラサラになるので、特に学生の方節約できますよね。こうヘアケアのオイルってやっぱ高いじゃないですか。しかもちょっとしか入ってへんとかで、どうしてもこうなかなかね、手に出せなかったりとか、特に学生さんの方、私も学生の時ほんまにやっぱ中学の時とかもお小遣いやったんで、このベビーオイル買っとけばね、もうすごい量が入ってるんで、これ一本で何通りもできちゃうっていうのがほんまにおすすめです。私これびっくりしたんですけど、このベビーオイルに洗顔とベビーオイルを混ぜて顔を洗うと、実はね保湿されるんです。そのまんま結構洗顔した後って保湿されずにすぐ化粧水つけないと、まあシワであったりとか、その乾燥の原因になっちゃうんですけど、ニキビの原因とか。でもこれを使うと乾燥肌を防いでくれて、もうすでにもう洗顔した時点で保湿されるということなんで、もう突っ張らない。で特に忙しいママにはめちゃめちゃおすすめです。めっちゃ何でも使えるやん。あと私がやってるのはメイク落としのリムーバーとしても使ってます。私みたいに化粧濃い人は目だけ落とす、まあ、コットンに取るとかも、この素手のまんまでもいいんですけど、目だけの部分をしっかりごっそりとね、濃い化粧でも落としてくれるので、リムーバー代わりとしても使えます。何よりも肌に優しいのでずっと使ってられるっていう感じですね。やっぱほんま私すぐこうヒリヒリしたりとか、こうオイルが合わへんかったり化粧水が合わへんかったりとかも、なんかそういうの肌弱くてあれやったんですけど、これやったら実際赤ちゃんにでも使えるってことは私にも使えるってことなので、ほんまにお肌の弱い方にはおすすめです。あと私こう唇のケアってしてるんですかってよく聞かれるんですけど、まあ、結構ねやっぱ冬夏でもこうマットなリップカラーを塗るとカサカサしちゃって皮がめくれてきちゃって、やっぱどうしても恥ずかしい感じの唇になっちゃうんですけど、実は私こういうやり方でやってます。オイルをですね唇のとこにしっかりとこう乗せてあげて、軽く唇マッサージをしてあげます。その後にラップで保湿します。ほんなら保湿されるからリップ塗った後とか皮がめくりにくくなって少なくなりました。私はいつもこの方法でやってます。ほんまちょっとの時間、だいたいまあ5分から10分、まあ、10分も置かなくていいですけど、だいたいそれぐらいでやるとほんまにこう保湿されて唇のノリも良くなると思うので、良くなると思うので参考にしてみてください。今ならですね、こちらのキティちゃんボトルが販売中です。めっちゃ可愛い。私キティちゃんめっちゃ好きなんですよ。パイが食べたいわ。ひまちゃんとかも、うちのおばあちゃんもキティちゃん大好きなんですけど、もうだってこれ見てるだけでも可愛いですもんね。置いときたい。めっちゃ可愛い。こうちょっと普通今までのとはちょっと違って、こういう感じで今コラボ限定中なんで、
ぜひ、皆さん参考にしてみてください。他にも種類がたくさんあるので、ぜひやってみてください。ということで今回はこの1本で何にでも使えるベビーオイルのご紹介でした。それではまた皆さんお会いしましょう。グッバイ。